男どもでしたので、今回は降臨あげます。あ、違う、今回は超降臨。くっそ可愛いやんけ。目元ケバケバのちいちゃんもええねえ。てか今回インフェルノあるんでしょ。マリーレベルの難易度できたら誰もクリアできんで、とりあえずインフェルノまでクリアしていきます。いや、今日インフェルノないんかい。皆様、今回の降臨むずいなと感じた方が多いのではないでしょうか。難しく考えないでください。非常にシンプルですよ。運営から教えてもらった通り、状態異常に弱いらしいんで、ユリダブルで攻撃激盛りにして、マチアかエイジどっちでもいいです。出血用の人で相手をデスマッチレベルに。出血大サービスですわ。コマトルはマチュアを愛しているので、マチュアでの攻略を見せますね。血も滴るいい女。マチュアさんはクリティカル入ると出血付与するんで、オプションなりセットなりでクリティカル持ってます。エイジは保険で入れてます。ユリちゃんはリーダースキル用の人なので、ちょっとこういう米、青米だったけど気にしない。こいつ、かなりこいつが皆様を困らせてるんではないでしょうか。ここまではいいんですけど、ボスに出てくるときにたまらなくてない。実はそんなことないです。今回はちゃんと攻略動画にしますよ。基本的にこういう動画を作るとき、高確率でボスの色が青になってしまうんですが、今回一味違いますね。今日青以外で、もういないやねこのモテなさ。他の時だけ青で、あ、これ一回食らったんですけど半端じゃないです。ここ攻撃有利みたいな文がありましたが、出血優先してるんで変えません。はい、来ました。これうざいですよね。が無駄にニラでデスゲームですね。これが2回いきます。ミスも怖いで終わったら記録をしました。来た魔法石。全然標準合わない。なんでこれちょっとダメージあるようにしたんだろう。絶対そうですやわ。ミニポイント、この鬼武者みたいなやつは出だしが遅いんですが、攻撃使っちゃえばなんと登場時間を短縮できる。そうすると無敵時間を利用して鬼武者と討伐ができるんです。体当たりシミュレーションバリの豊富。マチアさんがおすすめなのは前にスキルが多いのも理由ですね。あとはもう繰り返し、常に出血を与えることを意識して無敵時間を利用して鬼武者を倒して、一番大事なのは死なないこと。これホント大事。てか今日イーフェルノ来ませんでしたが、皆さんイーフェルノ出るまでトランキーロですよ。まあ、しばらくは皆様ルナティックでオッパートでしょうね。焦らずにお待ちください。全部内藤ですや。絶妙配置やめてくれんか。その度ご覧になってる方には恥ずかしい姿を見せとる。はい、まとめです。あとは無敵時間、無敵時間足りんや。ドヤ顔で説明したのに。まあ普通にやってれば無敵時間ないけど、結構遅めに無敵取れば余裕できるかも。普通の場合マチュアですが、戦闘力さえしっかりしてて出血があれば誰でもいいです。あ、もちろん属性は緑で、せっかくエイジ育てたのにマチュアできたわ。最後出血多量で死ぬって多様サスペンスみたいなシーンやね。以上コマトルでした。ご視聴ありがとうございました。
ツイッターフォローお願いします。地味にインフェルノやばそうで震える男コマドル。